あっちどっちそっち ABS。 スタジオにゲストの方をお迎えしましてお話を伺ってまいります。本日はですね、昨日10月の22日から開催がスタートしております市老人クラブ連合会趣味の作品展についてお話を伺ってまいりましょう。では早速自己紹介からお願いいたします。はじめまして、私名張市老人クラブ連合会の副会長を務めております丸岡秀道と申します。はい、よろしくお願いいたします。はい、丸岡さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今市のですね老人クラブ連合会ということでご紹介をいただきましたが、この名張市老人クラブ連合会というのはどういった皆さんなのかというのをご紹介いただけますか。名張市内の高齢者の、はい、集まりでございまして、60歳以上の、はい、あと上は、何歳でも構いません、もう100を超えている方もいます。で全地域で今会員が2600ちょっといるんですけども、はい、以前は5000人近くいたんですけど、はい、最近はやはり高齢化が進んでる関係で、はい、やっぱりそれともう一つは役員のやり手がなかなかいないという、はい、そういう現状の中で会員が減少しつつありますので、はい、頑張らなきゃいけないなと思っておるんですけど、はいはい、この老人クラブ連合会自体はもうできてだいぶ経つんですか。もう歴史は古いです、ただですね、今申しましたように、はい、高齢者の方の集まりなので、うんうん、最近は高齢化社会と言われておりますけども、だからといって全部が老人クラブ連合会とかいうところに加入してくれるわけでございませんので、会としてはなんとか老人クラブの方に入っていただいて、で元のような流星を誇りたいなというふうに今努力しているところでございます。はい、で年間を通してどういった活動をされているんでしょうか。一つは親睦旅行、はい、年1回大きなイベントで、だいたい150とか200ぐらいの会員の方が行かれます。あとはついこの間、はい、10月の20日に、白蓮大会という大会と、それから芸能発表会と、それぞれこういう趣味の作品展と同じように、はい、各地域からいろんな趣味をお持ちの方とかいう以外に、芸能の方で、なんて言うんでしょうか、踊りを踊ったり、はい、あとは歌を歌ったり、そういう方々が一度に会して、芸能発表会を毎年、はい、催しております、たくさんの皆さんがそうやってこう、普段練習されていることを発表する場っていうのも設けてらっしゃるんですね。そうですね、はい、はい、その他いかがですか、活動としては。あと以外に、はい、あとはですね、それぞれの地域で、単位がございまして、それぞれの地域の中に、はい、タンクラブというクラブがございまして、そのタンクラブが集まって、はい、この大きな名張市老人クラブ連合会という会を形成しているわけです。はい、ですから、名張市老人クラブ連合会が一つではなくて、はい、その中に細かい細部に当たったクラブが各地域ごとにあるということです。はい、でそういった皆さんが今回集まってですね、この趣味の作品展という催しを行われるということなんですけれども、はいはい、この趣味の作品展というのはどのようなイベントになっているんでしょうか。はい、一つはですね、目的、まあ後でご質問になると思いますけども、はい、趣味の作品展の目的は会員の創作による趣味の作品を一堂に展示して、会員の文化活動意欲の高揚を図り、はい、触れ合いと生きがいの推進に寄与すると、こういうのが目的でございます。はい、で、主催は名張市老人クラブ連合会が、やってるんですけども、あと会場はですね、名張市リバーナホール、はい、ジャスコの3階にあります、はい、そこが会場でございます。で、さっきお話ありましたように正式には22日の土曜日、はい、昨日から26日の午前中まで、あと展示の中身なんですけども、はい、展示の中身につきましては作品の数が、旧式から、
74名の皆さんから59点の作品が出ております、はい、従いまして、ある程度この中身のことについて申し上げると、新しい趣味の世界への出会いの場として、はい、毎年趣味の作品展を開催しています、この作品展を通じて地域の多世代の皆様が交流と触れ合いができる住みやすい楽しい街づくりを目指しています。今申しました74名59点の素晴らしい作品を出展いただきましたので、ぜひあの会場の方に、ご参加いただいて、はい、作品を見ていただきたいなとこう思っております。はい、59点ということでね、はい、たくさんの作品が、まあ、あのリバーナホールいっぱいに並んでいるということなんですけれども、はい、まあ、あのいろんなこう皆さんの趣味というところでこう書かれていたりとか作られていたりっていう作品が、はい、こう介しているというところに、はい、また訪れた方がそこで新しい趣味にこう出会っていただく、そうですね、はい、そういうきっかけにもなればということで行われているというね、はい、お話がありました。あのいろいろなジャンルの作品というのがあると思いますけれども、はい、ちょっと一例ご紹介いただけますか。はい、一つは工芸品、それから手芸品、それから書、はい、それから水彩画、陶芸、油絵、はい、教え、水墨画、はい、それから洋画、うん、から写真、はい、以上のような多彩にわたって趣味の幅は広いので、はい、皆さんいろんな趣味を持っておられて素晴らしい作品がたくさんございます。はい、まあ、趣味と言いながらもやっぱりその中でこうね、あの日々いろいろと考えながら作られていた作品たちがここに集まっているということで、そうですね、こういう発表の場っていうのはやっぱり制作されている方にとってもね、こういう場所があるっていうのはすごくありがたいことだと思うんですが、そういったあたりの声というのはいかがですか。そうですね、今名張市老人クラブ連合会の趣味の作品展に出されて、その中で抽選というかその審査があるんです。ほうほうほう。で審査を、もうすでに21日の日に、はい、21日の日の午前中に展示しまして、はい、午後から審査をしまして、はい、それで今入選というのは19点ほどございまして、その19点の入選は、来年の、はい、県の趣味の作品展に出させていただいて、そこでもまた審査を受けるという、その中で最優秀賞とか優秀賞とかいろんなものは、審査されまして、でそれで最優秀の中で特にいいものは、はい、全国の老人クラブ連合会と言います趣味の作品展に出展すると、はい、こういう段取りになっておりまして、ですからその中身は濃いです。濃いですよね、はい、本当にだから皆さんがこう趣味で作られているというだけではなくて、やっぱりその先にね、こういろいろとたくさんの皆さんに見ていただける可能性があるという、そうですね、それもまた制作する励みになると、励みになりますよね、はい、すごく制作意欲も湧いてくるんじゃないかなと思いますけれども、はいはい、これ昨日から始まりまして26日までという5日間なんですけれども、はい、なんかその日によってちょっとここ変わるよとかっていうことは特にはないんですか。いや、ほとんど変わりないと思います、はい、展示したのはそのままです、ということはもうその期間中じゃあ皆さんの行けるタイミングで、そういうことです、はい、見に行っていただければということになりますよね、はいはい、でこの作品なんですが、まあ、昨日も先ほどねちょっとお写真も見せていただいたんですが、多くの方々がご来場いただいてたということですけれども、あの会場の様子丸岡さんご覧になってていかがですか。もう本当にすごいなぁと一言で言い表せないような作品も随分ございますので、ぜひ見に来ていただくのが一番、はい、うんうん、なかなか言葉で表現するのは難しいんです、ね、あのご来場いただいた方もたくさん昨日いらっしゃったんですよね、初日から、昨日で約100名ぐらいの人ですね、はい、おそらくトータルしましたら300、400ぐらい来るんじゃないですかね、でも初日から、ね、たくさんの方にご来場いただいてということですが、はい、特に今日は日曜日ですので、そうですね、今日は多いと思います、はい、うん、まあ、昨日今日と土曜日曜ということで ね、はい、多くの方が特にたくさん来られるんではないかなと思いますけれども、まあ、このご来場いただいた皆さんからもなんかいろんな声聞くこともあると思いますが、そのあたりはいかがですか。はい、私がちょっとお尋ねしたところによりますと、はい、作品を見てね、うん、自分も絵を描いてるんで来年は出そうかなとか、そういう刺激を受けるってことが非常に大事なんで、やっぱり何かに取り組んで一生懸命やるというのは、
高齢者にとってはいいことじゃないでしょうかね。はい、ね、皆さんやっぱり何かこう一生懸命に取り組んでらっしゃる方って本当生き生きされてますもんね。そうですね。ね、なので、まあ、そういったところで皆さんが普段取り組んでいらっしゃるその作品がずらっと並んでおります。市内9つの地区74名の皆さんがですね、59点の作品を今回一堂にこの会場に返して、まさに今本当にこの目的の一つでもありますよね。そうやって見て、あ、自分も出してみたいなって思われたっていうね、こういうつながりも生まれてきているという。実は私も来年は油絵とか水彩画かなんか描いて出そうかなと思ってじゃあぜひちょっと丸岡さんの作品も来年楽しみにしたいと思うんですが、はい、何か丸岡さん自身はこう絵を描かれたりというのはされてるんですか今？今はしてませんけども、はい、昔は絵を描いてましたので、だから今回は同じように私もそのああいう作品を見て、はい、こういうんだったら私も頑張って出そうかなという刺激を受けました、いいですね。じゃあ皆さんでそうやってね、いろんな刺激を受け合いながらという、はいはい、私もですね、この、こういうようなあの手芸とか絵とか、はい、陶芸とかはないんですけど、59点以外に私個人が今出してるのはメダカを出してるんですよ、はい、メダカをあの入場してすぐ左側のところに、1コーナー設けて、今回はあの51回目なんですけど、はい、50回目は、去年が令和3年がそうです、ね、はい、あのコロナの関係で、はい、作品展できなかったんです、で令和2年に、はい、この作品展出した時も私はメダカを出してるんです、でそういう関係でちょっと、もうメダカはこの中に入りませんので審査にはなりませんけど目が保養で、結構皆さん見てくれてます、いいですね。でも入ってすぐにそのメダカがいてるっていうのは、はい、メダカどんな感じで置いてらっしゃるんですか？メダカですか、メダカはね、今私個人は家でもうメダカを買い出して5年ぐらいになるんですけど、今家にもう1000匹ぐらい、5年で1000匹ですか？はい、ほう、何ぼでも増えますからねで35種類ぐらい、種類を、はあ、そのうちの5種類を今回ちょっと展示させてもらったんです、でこの趣味の作品展とは関係ないんで、あんまり私これは、お話できないんで、まあ、このぐらいにしときたいと思いますいやいや、でもそれもちょっとね、入った瞬間の、目の保養ということ で、 そうです、ね、ちょっと注目ポイントということでね、一つまた見ていただければなと思いますが、そういうことで、皆さんが本当にいろんなものに出会って、でまたこうやってみたいっていうものを見つけるという一つのきっかけにもなっているというね、このものなんですけれども、今回今51回目の開催ということでしたが、本当に歴史をたどっていくと、ね、これまでも本当大勢の方々が関わってこられているということになりますよね。そのあたり過去の様子とかっていうのは何かお話聞いたりとかっていうのはありますか？とにかく毎年あの、素晴らしい作品が出るんで、どれがどうだっていうんじゃなくって、皆さんがやっぱり力作として1年間の中で作られた作品を、まあ、自信持って出されてると思うんですね。ですから審査するって言っても仕事の、私たちの理事の方々が皆さんあの審査するんですけど、一人今年は一人5票を持って、で自分の好みというか、自分がいいと思った作品のところにそのなんていうんですか、そのシールを貼っていくんですけども、それが一番多い順番から入選という、そういうような審査の仕方です、でそれでまあ19点がその上位から選ばれるという、そうですね、形になってるんですね、じゃあそのね、作品やっぱこの59点ある中からその作品を審査するっていうのも結構難しいですよね。難しいです ね、 なんかどういうとこポイントにしてご覧になったとかっていうのあります？やっぱり なるほど、これ時間をかけて作ってる作品だなっていうのは感じられるようなものは、やっぱりみんな評価してるみたいですね。確かにね、こう見て、その作品の、ね、背景が見えてくるというか、そうですね、すごくこう一生懸命作られたっていうのがやっぱ伝わってくる作品というのが、皆さんの目をこうグッと引く部分もあるということで ね、 そ う、 ですね、そういった入選、19点、これは今後また県にも行き、でその後、ね、そこで最優秀賞などに選ばれますと、全国にも、行くことができるということですから、ね、もしかしたらその全国でね、名張から出た作品が輝くなんていう、そういうことがあるかもしれませんからね それも非常に楽しみだなと思いますが、今はまだまだね、コロナ禍ということで、ご来場いただく皆さんにも引き続きご協力いただきたい点等もあるかと思いますが、そのあたりのご案内いかがでしょうか？ぜひですね、こういう名張の地域の方々が、特に高齢者の方々が、
一生懸命作った作品を見ていただくということは、先ほども申しましたように、そういう作品を見て自分が刺激を受けて、あ、それだったら自分もやってみようかなとか、そういう方もたくさんいると思うんですね、はい、ですから勇気出してですね、来年は、こういう趣味の作品展にご参加いただきたいなと願っております、はいはい、分かりました。じゃあ、こちらですね、会場の方についてなんですけれども、はい、リバーナホールということで、もうイオン名張店の方にね、来ていただいて、お車も止めていただけるかと思いますけれども、はいはい、詳しいことを知りたいという場合のお問い合わせ先はどちらに、ですね、はい、ここには書いてないんですけど、はい、こっちでですか、ね、ここに書いてますね、はい、連絡問い合わせは、はい、名張市老人クラブ連合会事務局の名張市総合福祉センターふれあいの中にあります、はい、で電話番号は、63局の7575、こちらへお電話いただければ、はい、詳しくご説明していただくようになっております、はい、よろしくお願いいたします、はい、もう一度お伝えいたします、名張市老人クラブ連合会の事務局、総合福祉センターふれあいの中にございます。電話番号が 0595-63-7575 63-7575 番となっております、こちらまでですね、皆さんお問い合わせいただければということです。期間がですね、10月の26日までということで、時間が午前10時から午後4時までなんですが、最終日となります26日だけちょっと早いんですよね、はい、26日はですね、午前中で終了するんですけども、はい、午後からは作品の撤収がございますので、はい、このリバーナホールさんというのは、とりあえず10月の26日の午前中までということになっておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、26日だけ午前中までということでお気をつけください、はいはいはい、では最後になりますが、今ラジオを聞きのリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。はい、度重なりますけども、ぜひこの期間中に、お天気も何か毎日いいお天気が続くみたいで、はいはい、足元もよろしいようですので、ぜひご参加いただいて作品を見ていただいて、はい、皆さん評価していただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします、はい、まあ、芸術の秋でもありますからね、はい、たくさんの皆さんにちょっとお散歩がてらリバーナホールまでお出かけいただくというのもいいかもしれません。今日はですね、現在開催中令和4年度の趣味の作品展につきまして丸岡さんに伺いました。本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。あっちどっちそっち ABS